荒川区の産業を語る上で欠かすことのできないものづくり。区では事業主の方々に協力を得て、製造工程の見学やものづくりの体験ができる工場や工房などを紹介しています。その名もものづくり見学体験スポット、略してものスポ。以前私はミニチュアのラーメンと素敵なキーホルダー作りを体験しました。楽しかったのはもちろん、間近で見る職人の皆さんの技に魅了されました。今回も私が気になるスポットにお邪魔します。現在ものづくり見学体験スポットは31件。伝統工芸や医療器具など業種も様々です。その中から今回長島さんは2件のスポットを巡ります。こちらが最新のものづくり見学体験スポットのガイドブックです。今回新たに2件のスポットが増えました。そのうちの1件が加藤製作所です。西日暮里2丁目に本社を構える加藤製作所は、明治28年創業の老舗茶筒メーカーです。時代が進むにつれ変わっていくニーズに応えようと、新しい技術の研究を重ねています。そんな加藤製作所がものづくり見学体験スポットに登録した経緯について伺いました。去年ですね、もともと本社が台東区にあったんですけれども、それが荒川区に社長が4代目になるタイミングで移ってまいりまして、はい、その時に何か荒川区の方に弊社がやっている内容を知っていただきたいなと思って、ぜひ地域の方に何をやってるのかっていうのを知っていただきたいなと思って登録いたしました。じゃあお引っ越しをきっかけにということだったんですね、はいはい。昔皆様の家庭にもあったような、はい、こういう茶筒ってご存知ですか？はい、もちろんです。ありました。和紙をこう巻いてたり、あとこれは銅板といって彫刻館というんですけど、はい、こういうものが今は日本茶を茶葉から飲むっていう習慣がなくなってきて、だんだんもう実家にはあるけどお家にはないよみたいな、はい、方が増えてきたと思うんですよ。で今はコーヒー豆とか、はい、紅茶とかを入れるこういった可愛いデザインを施したキャニスターを作っております、はい。こういったものを作られているんですね、はい。デパートとか最近お菓子店とかあると思うんですよ、はい、クッキー缶とかありますね、はい、あると思うんですけど、はい、1回作るのにだいたい1000缶とか3000缶とかが最小ロットなんですよ。ある程度作らないと、はい、っていうことになるわけですね、はいはい。それは大きい機械を動かしてもうガチャガチャどん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 作っていくっていう方式でやってるんですね。なんですが弊社の場合は四角缶は50缶から、丸缶は100缶からっていう形で作ってまして、っていうのも機械はほとんど使わずに手作業で作っているので、そういった小ロットでのオーダーができるんです。作業なんですね、はい。一つ一つ、はい、弊社の缶は、機械缶と手作り缶ってあるんですけども、まあ、機械缶のも機械缶って言っても結構昔ながらの機械を使ってるんですけど、特に手作り缶の方はブリキの大きい板を切断して成形してっていうところまで職人がやってます。今日はですね、長島さんに缶の色をつける吹き付け塗装の部分と、あとその後釜に入れるんですけどその部分と、あとは、お店のロゴなどを印刷する印刷工程をご覧いただこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では実際の、はい、缶の色付け塗装作業を見学いただきます。はい、はい、今30度で暑いと思うんですけど、はい、冷暖も禁止で、はい、なんですね。ここどうしてですか？わあ、なんかホコリがやっぱり冷房とか暖房つけちゃうと舞ってしまうんですよ、はい、
そうすると埃と一緒に埃が缶に吸着してしまうので、汚くなってしまうので、もう冷暖房禁止ということになっている過酷な現場です ね。本当に風邪を起こさないようにということなんですね。そして奥のお水はなぜずっと流れてるんですか？あれはですね、塗料がやっぱり向こう側に飛んでいくので、そうすると何も流れてないと固まってしまったりするんですね。そういう理由と、もう一つは塗料っていうのは焼くまではやっぱり溶剤が入ってますので、それが外のご近所さんに飛んでいかないように配慮してあります。そういうことなんですね、はい、もう全てに理由があるんですね。こちらの塗装なんですけど、簡単なように見えるんですけど、綺麗に塗れるようになるには10年かかります。10年、はい、そうなんですね。缶に色付けをした後、その色を定着させるためにこちらの釜に入れて、はい、135度で2時間できます。2時間、はい、ただこちらの釜なんですけど、はい、下からガスで火をつけるんですよ。でガスでこう熱を循環させるような仕組みになってるんですね。ですので例えば下の方が温度が高くて、上の方が下に比べると温度が高くない、そういう状態になってるんですけど、今同じ缶が入ってますけれども、職人が季節とかその日の気温によって下に入れるか上に入れるかっていうのを職人の勘でやってます。じゃあ2時間という決まりはあれど、いろんな具合を見ながら職人さんがうまく調節して仕上げるっていう。そうです、すごいですね。では次に、はい、印刷の説明をしたいと思います。はい、印刷っていうのはこういうシルクスクリーンの版がありまして、はい、で例えばここの絵を印刷したいとすると、はい、ここにインクをしてこういうふうにスキージっていうものでこういうふうにインクを押し出すことによって下に、はい、インクが出てきて下にある缶に印刷されるっていうような形になってます。そういうシステムなんですね。セッティングはこの職人がやっていて、職人が正しい位置に印刷できるように調整してます。はい、先ほどの色付けも、はい、このプリントも全て手作業で一つ一つ丁寧に作られてるんですね。でこれから長島さんに体験してもらおうと思うんですけど、はい、先ほど印刷の職人が印刷していた印刷缶があったと思うんですけど、はい、これが、はい、元祖印刷機というか、元祖、はい、もう本当に60年前ぐらいに実際に使ってた印刷機なんですけど、こちらのシルクスクリーンの版の方にインクを垂らして、ここからインクがこう下に出ていって缶に印刷されるっていうような仕組みに。で体験の時はお客様に来ていただく方にあらかじめどの文字とか数字とか記号を印刷したいですかってお伺いしておいて、はい、で今真ん中に、はい、この蓋の真ん中に T が来るようにセッティングしてありますので、はい、この状態で印刷していただくと、はい、ここにインクが映るわけですね。これで、はい、もうグッと、グッと、はい、心を込めて、心を込めて、はい、はいはい、グッといきましょう。グッと、はい、強めでグッと、強め、はい、グッ、グッ、グッ、あ、止まっちゃった、ちょっと、はい、よいしょ、これで、はい、じゃあオープンしていただきます。はい、ドキドキする。心は込めました。、はい、いきます、せーの、おー、綺麗にできた。綺麗にどうですか？バッチリ。こうですか？こうですね。あ、すごい綺麗にプリントできました。あ、フォントもおしゃれですし、綺麗にできてますよね。100点です、ね、100点いただきました。すごいセンスいいです。綺麗に、すごい、たくさん褒めていただきました。綺麗にプリントできて大満足です。家で早速茶葉を入れて使いたいと思います。ありがとうございます。ぜひですね、夏休みに親子で来ていただいて、本当に簡単な体験ですので、いろいろ缶作りを見ていただいて、物の大切さっていうのを感じていただけたら嬉しいです。
来年創業130年を迎える加藤製作所。最後に代表の加藤俊二さんに今後の展望を伺いました。これからも、少しでも長くこの、古くからの製法、これをずっと同じ製法で缶を作り続けていきたいと思っています。これまでも、これからも、一つ一つ手作りになりますので、心を込めて作っていきたいと思っています。次に向かったのは竹炉専門の会社、近藤竹炉サービスです。竹炉とは何か、まずは代表の近藤正夫さんにお話を伺います。竹炉というのは火を、囲んで、使うのが炉で、その炉を構築する仕事です。修理したり新設したりする、そういう仕事です。炉を作るということですね。どのような気持ちでものづくりをされていますか？ものづくりはもう昔から好きで、何の抵抗もなくですね、竹炉をやらなければ建築関係の方は行ってたかなと。ただいつの間にか父にレールを引かれてしまいました。でその代わり今うちの長女が建築関係の仕事をやってたり、やっぱりそういう血は流れてるんだなと思います。もう自然にそちらの道に入られたということなんですね。はい、こちらではどのような体験ができるんですか？竹炉を通じてもう少し分かりやすく皆さんに知っていただくために、一番割と身近な七輪を前七輪という形で、はい、ここで作っていただいて、出来上がったら網と炭をお付けしてお持ち帰りしていただくという企画です。はい、前七輪が作れるんですか？はい、わー楽しみです。私も挑戦してみてもいいですか？はい、もうぜひともお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではこちらが今回前七輪に使う、はい、耐火材です。はい、で断熱の要素が強い材、はい、これは軽い割にはその最高使用温度が1000度ぐらいまで十分耐えられる材。はい、結構入れる。うん、ストップ、はい、1回ストップしましょう。これでこれを使って、はい、おお不思議な。これはお菓子作りで、粉と混ぜるときみたいに、そうですね、きれいにしないとダマになったりとかするんですか？おっしゃる通りです。あ、なるんですね。うん、あら、これをよく練らないと空間ができたりですね。はい、あ、そうなんですね。だから強度が、所定の強度が出なかった。何事もベースが大事ですよね。よいしょ、カード、よいしょ。これはいい運動になりそう。よいしょ。で、まず、こねやっぱりこれでも空洞できてってあれだから、はい、奥に。こんな感じで、でここが一番天板がこのガイドのあれになるぐらい。はい、うん、で現場だとね、実際天井のこんなやりにくいところとか、はい、逆に詰めなきゃなんない場面があるんですよ。そうすると中の職人が一人でこう団子を作ってこうやってみて大変だから、そうですね、手元の人がね、こうやって下にいてこういう感じで、ね、あ、作ってそれをパスするんですか？うん、そう、パスして、それでこう入れる。すごい流れ作業が。そう、そうしないとね、大変なんです。大変、終わらないですよね。終わらないんです。確かに。いや、でも初めての経験なので、今完成品は分かるんですけど、
自分がどの工程にいるのかまだちょっと分かっていない感じです。分かった頃には終わって分かった頃には終わってますか。じゃあしばらくまだ分からないまま作業が続きそう。そしたらですね、今度は次の工程で、はい、本田さん、これは何ですか？あ、これはですね、あの七輪に、空気を送る空気孔をあの作るために置いてます、はいはい、こうして穴を通すんですね、うん、そうです。周りをどんどん周り、うん、ここだけあのですか、うん、ライン、もうライン。近藤さん、ここのポイントは、よくあの積みながら、はい、抑え込んでる、ね、抑え込んでなかった、はい、でちょっとこれ水が足んなくなってきたからさらに積むんですね、うん、何段積むんですか？だいたいこのぐらいがもう一段いいんじゃないかなと思います、はい、今日はちょっとお持ち帰りできないので、はい、後日対面ですね、うん、そう、もし終わんなかったらあと残りはちょっと、ね、すごいすごい最高最高なものが出来上がってるパターンですねこれね。それじゃまずいよね。ちょっと出来上がりまでをちょっと、これ出来上がりじゃないの？まだ、うん、ほぼ、うん、したら高くちょっと高く、はい、高くしといて、あとでよいしょ、天板切っちゃいます。固まっちゃってから足すっていうのはね、これできない。あ、そうか、もうくっつかないんですね、うん、つかないんです、はい。固まっている手応えがありますね。うん、はい、そうですね。ゆっくりゆっくり。ああ、取れた。はい、取れました。はい、お疲れ様。ありがとうございます。あ、これが後日仕上がる。はい、よろしくお願いします、はい。出来上がりがこちら。手作りならではの温かみが感じられますね。あの自分たちだけの世界でなく、あの広くあの社会の方々に知っていただいて、あのとてもいい企画だと思うんですよね、うん、またどんどん広がっていきそうですね、はいはい、ありがとうございます。近藤さん、本日ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。一つ一つあの手作りになるんです。あの例えば缶の中にある、中蓋、この蓋も、職人さんが一つ一つ作ってます。すべて一つ一つ、まあ、それぞれの分野の職人が、心を込めて作ってますので、その辺は、他の製品には、負けないぐらい気持ちが入ってると思います。基本はこういうものづくりからいろんなことが始まって、それを通じてあの皆さんとコミュニケーションがさらに取れていったらいいなと思っています。